次そういうこと言ったらこの手をどけて口を塞ぐぞ。なんで。それでは続けてシーナさん。続いて到着ですが、白組一着のお題は大切な人。ああ。どういうことだよ藤宮。藤宮って天使様に全然興味ないって感じだったよな。天使様には興味ないよ。俺が見てるのは椎名真昼っていう一人の女の子だから。どういう意味で。仮にそうだとしても、あなたは私に何が言いたいのですか。パッとしない藤宮と椎名さんが付き合ってるとか違和感あるなって。それで天音くんのどこがパッとしないのですか。具体的にどこがパッとしないのか述べてくれますか。雰囲気とか。あなたは好きな人を顔で選ぶのですか。そもそもの問題として、私がどのような理由で誰を好きになろうと他人に口を出される筋合いはないと思うのですが、天音くんはかっこいいです。優しい人ですよ。物静かで温かい雰囲気も、私が苦しい時はそばで支えてくれ、とても思いやりのある人です。少なくとも人の恋路を邪魔するような人ではありません。臆病でごめん。天音くんがどう思っているか確信がないと踏み出せなかったのですから、私はずるいんだって。どうだか。俺から言わせてくれるか。出会った時はさ、素直じゃない、互いに利害関係でいい。それがいつの間にか物足りないって思うようになった。もっと知りたいって思うようになった。触れたいって思うようになった。大切にしたいと心の底から思うようになった。欲しいって思った。初めてだったんだこんなの。真昼のことが誰よりも好きだよ。俺と付き合ってくれるか。大切にするよ絶対に。